こんにちは、小林幸子です。始まりました、小林幸子は YouTube ババ。もう今日の日を待ち焦がれておりました。やってみたかったんです、これ。やってみたかったの、これ。見てください、そばうち。はい、さつさん、このチャンネル始まってからずっとさつこさんおっしゃっていた、そう、そばうち体験、生まれて初めてですね。初めて。いろんな人がね、なんかそばうちは楽しいよって言うけど、本当に次から次ハマっていく人がすごく多くて、そんなに面白いならいっぱいやってみようかなって思ったのがずいぶん前だったんです。この YouTube ババやってから、やりたいなやりたいなとは思ってる。ちょっとって言ったら、やりましょうって言ってくれて、今日の日になりました。嬉しいです。でもどうなんでしょうか。ネットで調べてみると、はい、やはりさつこさんと同じように、うん、やってみたいという方が多いのか、うん、もう今この手元にあるこのセット、これでもう売ってました。そうなんですね、はい、びっくりした。だから一個一個バラバラで買わないで、もうこのワンセットを買えばそば打ちができると。これなんだろう。そうですね、多分切るときですね。あ、そばを切るときに。ああ、そう、無駄の抵抗してます。違う、違う、守れない、ちっちゃい、ちっちゃいね、守れない。今回ですね、手元にあるのがまず一番下にあるこの、まな板というか、そばを、ね、あの粉かけて切るときとかに使う。そして今さつこさん手に持っていただいたのが、うん、切るときにまっすぐ切っていくために使う板ですね。こう、まあ、そうそうですね、横にして使うものになります。それでこれで、それで、はい、で、あ、そうそう、やってたやつ。これこうしてから、はい、そして今手にお持ちいただいて、右にお持ちいただいてる武器じゃなくて包丁ですね。だってこういうそれは危ないです。危ない。そば切り包丁ですかね。すごいね、名前まで入ってるじゃん。初めておった、そば切りの包丁。そして幸子さんから左手にある長い棒、麺棒ですね。麺、あの、やると思いました。やると思いました。なんでわかるの。麺棒、ここ、耳ここ。あの、それも言うと思ってました。まあ、お分かりの通り伸ばせるんですね。伸ばすんですね。はい、これ、これ、これ、と、あと、なんて言うんでしょうね、これ、これ、あの、ふるんですか。ふるい、ね、あの、はい、こちらは最初、粉を混ぜ合わせるときに使うものです。はい、はい、そうですね。その粉です。3種類、そば粉、小麦粉、花粉、エクション、エクション。花粉って言いますか。あ、花粉ね、花粉です。花粉時期ですけど、はい、これ何、そちらはですね、ちょっと説明書を見ても分からずでして、おそらくお掃除用ではないかと。あなたの運命は蕎麦打ちです。いろんな粉があると焼き焼きボケも上手です、はい。ということで、さつこさん、今日は、さつこさんがやりたいとおっしゃっていたそば打ち体験の企画になります。はい、スタートです。あ、早いです。早い。で、さつこさん、今回ですね、力仕事もありますので、うん、今日特別コマンドで、三上コマンド、沙織コマンド、エロコマンドがありますので、何かの際にはコマンド名言っていただければ。わかりました。はい、では、そば粉、これ全部。はい、うん、ふるいに。ふるいかけると。おお、すごいすごい。これでいいの。大丈夫です。三上やりたい。早くですか。早速三上コマンドですか。あ、もう三上コマンド、いや、やりたい。あ、よろしく。もうちょうどやりたいなと。本当に仲良いですね、お二人。だから、うん、そう、こうしながらやるね。ね、あのね、すごく綺麗、え、細かく。あ、そう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 。おお、やらせて、私これ。吹雪の話。もう大体こんなんでいい。はい、ちょっと見て、あ、これでこれがいるの。では次に小麦粉です。あら、半分入れていただきます。半分。おお、あら、おお、なんか雪山だよ。あら、粉雪ってたね。見て、ほら、富士山。うん、あら、まず水を入れる前に、はい、この状態で粉を混ぜ合わせていただきます。ああ、この状態でね。はい、ちょっとこれでいいね。はい、は
なんか気持ちいい。あ、気持ちいい。あ、冷たくて。あ、気持ちいい。こんな感じ、こんな感じ、こんな感じ。こんな感じ、もっとちゃんと混ぜなきゃいけない。こんな感じ。あはははは、面白い、面白い。あ、楽しい。黙んなんないようにね。黙んなさい。なんか楽しい。ではですね、そこから水を少量ずつ加えながら混ぜ合わせていきます。わかりました。はい、沙織、はい、お水垂らしてどこでも、さあ、真ん中だから、真ん中からでこのぐらい、はい、少し、そうですね、はい、手前の、手前に、手前のグッと向こう側に、うるさいね手前をもっと向こう側に分かった。おー、うん、あ、ちょっと粘りが来たよ、うん、お、だんだん分かってきた、うん、ねえ、うん、触ってないので分かんない。ここで空気を抜く。うん、うっ、パソさん、はい、随分とほら、固まりに固まったの、これ粘土そんな感じの見た目ですね。そんな感じでですね、そうなったら空気抜きを100回くらいします。100回、はい、ヤマーヤマーヤマー、うん、4回、大変です。あのね、今こねるのでね、これこねるの、私もう疲れちゃった。あれ、やだ、いい元気だ。こいつ、やらしてあげるからね。やらしてあげるよ。はい、あの、はい、手袋、手袋。うん、あ、うまいの、うまいの。あ、僕、左利きなんで。あ、そうか、そうか、そうか。はい、僕、あの、左利きなんですよ。いや、だから。聞いたの、大事なことだった。でも、これかなりいい感じじゃないですか。いい感じ、そう、すごくいい感じ。やばさ、男の人の力強いから、こねるときの力すごいね。すごい、なんか面白い。ねえねえ、ちょっといい。あ、なんかすごいよ、すごいよ、いい感じ。空気抜けてる。ほら、少しはなんかこういうこともできるんだぞって見せとかないと、ただのエロだ。エロじゃない。ほんと島本好きだもんね、今ね。いや、もう幸子さんのことじゃない。やめてって俺。すごいでしょ。ほら、そう、すごい、あの、滑らかな感じが。そうそうそう。おー、いい感じ。さあ、はい、そろそろ、そろそろ次のステップに行きましょうか。はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、どうもさん。ありがとうございました。お疲れ様、お疲れ様。次は、それを一旦丸めていただいて。やば、丸めて。ではですね、部長を丸めていただいている間に、さとこ様は、この板の上に、打ち粉を、花粉ですね。花粉ですね。はい。はい、それぐらいで手でバーッと。あーらら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 。やーてん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 。エロ部長が丸くしてくれた、どうぞ。おー、きれい。見て、ほら。きれい。きれい。きれい、きれい。はい、これを。そちらを板の上に置いていただき、手のひらで吊るして丸くします。ぐり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 しょ。ではですね、その上にまたさらに打ち粉を振っていただきまして、はい、その状態から綿棒を使って丸く伸ばしていきます。よっ、はい、そうですね、そうですね。じゃあ初めてやったこれ、いや見たことあるけど、あれ、なんだこれ、あれ、なんでいかないんだ。おー、あ、伸びた。あ、なんか小判型になっちゃったね。小判型になった時はこれを変えるんです。うん、おー、そうですね、そうやって伸ばしていくんですね。あ、これでいい。あ、ここをこうする。おお、そのようにして向きを変えていくと正方形になるそうです。正方形、正方形、はい、ちょっとずつ変えていって。誰かしたい人いない？いない？あとはマイク持てなくなっちゃうかもしれないから、やって。痛い。
コマンドはどれにしますか？コマンドはね、サオリ。はい、どうぞ。はい、はい、あの蕎麦の匂いしてきましたね。均等にしか。あ、本当だ。あ、難しいですね、なかなか。結構、ね、そうだよ。すんごい、なんかすごい資格じゃない。ちょっと触りんだけど、おじさんにさ。おお、なんだろう。結構薄くなってきたな。いや、本当はうちでやってんじゃないのこれさ。でも、それちょっといい感じじゃないですか。いい、すごくいい感じ。いいですね。ここなんかすごい、そば、そば打ちしてる感じですね。そうそうそう。あ、いい。こういうことか。穴開いちゃった。まあ、どうせ切っていくので。そうだね、うん、そうそう。では今度それを半分に畳みます。はい、折っていただきます。はい、よ、はい、では幸子さん、はい、そこからいよいよカッティング作業に入ります。やった、これをやりたかった。初。いきます。これで、このままこう切ればいいの。あれ、端っこ、端っこなんだよ、端っこなんだよ。こんな太いの、細くすっごい。本当に細いのってさ、もうすごい、もうすごい、やりたい、やらせてあげようか。ねえ、ヤマ、いらしてあげようか。じゃあ、ちょっと慎んで。なるほどね。あ、でもこれ、幸子様に言ってる意味分かった。これ、そんなに細く切れないですよね。あ、細っ。いや、そうすると細いと思います。うん、自分の方がいい。あ、うまいですね。部長すごい綺麗ですよ。ちょっと一旦幸子さんの方と比べてみます。右と左で。これが私の。幸子さん、それ右手に持ってるのうどんですか？うどんです。なんでこんな違うの。では続きをザクザクいっちゃいましょうか。いよいよこちらを召し上がっていただきます。やりました。いや、おいしいよ、きっとおいしいよ、おいしいよ、絶対おいしいよ、絶対おいしいからね。早速茹でて食べよう。さあ、いよいよ茹でます。あったまってね、あったまってね。でも、入れた途端にバラバラになっちゃうとかって話聞いたことがあるけど、なってないかとか。沸騰しちゃうとね。これだと、これだと、おっと、だから、これの難しいとこ。おお、だから言ったでしょ。おお、いいよ。じゃあ、うん、上げていただいて。もう大丈夫、大丈夫、大丈夫。これ、これを、これを開けます。これはね、うまいですね。もういいかな。
どうでしょうか。なんでこんな細かいの？おかしいな。完成しました。早速召し上がっていただきましょうか。いただきます。おいしいトンボ、できました。今から試食してみたいと思います。いただきます。あのわさびとかつけないで、うん、まずいただきます。短いこれは間違いなく私が切ったやつ。おいしいじゃん、おいしいじゃん。おいしいじゃん。そばのさ、うん、そばですよ、そばのさんだから。そうですよね。これでうどんだったらびっくりするよね。コシもあるし、うん、なに、そばじゃん。ちょっとみんな食べて、もうこれ、あ、おすすめ。うん、コシがある、もう食える。香りちゃんとしてる。ほんとに。いやいや、ちょっと、あら、おいしい。切り方だね。切り方がまだまだね、まあ初めてだからしょうがないんだけど、おいしいけど、長くない。うん、おいしい。では、さすがさん、続きをゆっくり召し上がっていただくとして、はい、動画の方はこの辺で終了しますが、いかがでしたか、初めてのそば打ち体験。いやいや、本当にやってみてよかったです。やりたかったの。でも、まあ1回目だから大して上手にできないだろうなって、味も大したことないかなと思って。そんなことない、できる。みんなも何しろやってみて。これ、あのそば打ってる時もそうだけど、切ってる時もね、余計なこと考えない。で、それはすっごい楽しいですよ。何しろやってみてください。なさしば最高に楽しかったです。はい、またやりたいと思います。短くないようにね。小林幸子は YouTube ババアでした。登録よろしくお願いします。